そうか、お前が戦いたいって言うから連れてっけどよ。でもな、なんつうか俺は心配だぜ。何よ、兄様までそんなこと言うの。私は宗家の娘、昭和王の妹よ。そこらの男になんて興味ないわ。まあ確かにお前が戦ってくれるのは頼もしいんだけどな。でしょ。さあ頑張って5分を取り戻しましょう。曹操を倒したら天下がぐっと近くなるわね。おう、でもまだ劉備とか天下を競い合う相手は多いけどな。劉備、劉備とかね。孫作殿の妹君であらせられるか。お礼言わなくちゃね。おかげで助かったわ。いえ、私どもは何も。では先を急ぐので、これにて失礼。全然違うのに、なんだかお兄様に似てた。そうか、よくわかんねえな。うん、私にもわかんない。でもちょっと絶対会ってみたいかな。よし、この戦俺たちの勝ち。私は孫悟を導かねばならない。焦ったらダメだ。翔子、前へと進むために今は引いて守る。わからない。私はどうすればいいの。作兄様、兄様が戦う気になったのはあなたのおかげかな。これは将校殿、五軍での戦以来だ。孫作殿のことは聞きました。惜しい男を亡くした。私は志を貫くため孫悟と共に曹操と対する。おそらくは孫権殿も今が志を同じくする時と思われたのだろう。志ね、いろいろと理由がいるのね。けどあなたやっぱりどこか似ているわ。似ている。こっちの話よ。兄様、それって私のこと。お前が劉備と一緒になることが今後の孫悟のためになるのだ。分かった。けど兄様に言われていくんじゃないから。私は私の意志で孫悟とは別の天下を見に行くわ。私は志を貫く。孫悟と共に曹操と対する。あなたにかけるんだから、かっこいいところ見せてね、劉天徳様。将校殿、私にはこの益州攻めがためらわれる。同族相手に。玄徳様が目指す天下って手を汚さずに取れるものなの。作兄様は五軍を取り戻すために玉璽を使ったわ。大事な志のためどうしてもやらなきゃって時もあるんじゃない。
やらねばならぬか。もうお願いだから戦の時はそんな悲しい顔しないでよね。戦？将校殿、そなたも戦うつもりか？もちろん、私はあなたと一緒に天下を見るために来たんだもの。おのれ孫悟め、雲長の無念必ずや晴らしてくれる。玄徳様。将校殿。ううん、玄徳様、戦って兄弟の仇を討つのが玄徳様の道なら私も一緒に進むわ。すまない、辛い思いをさせてしまうな。孫悟を出て玄徳様と生きる、そう決めたのは私だもの。まさか私の志をお前に打ち砕かれるとはな、将校。待たれよ、将校殿。え、玄徳様。きれい、劉備よ。貴様の憐れみを受けてまで姓をつなぐ気はない。そうやって悲しみと憎しみを踏みしめねば前へ進めぬのか。私の目指す天下はそのような痛ましいものではない。ありがとう玄徳様。礼を言うのは私の方だ、将校。そなたの悲しむことは私に正しき道を示してくれたのだ。いいのか将校、劉備と離れてこちら側の部隊を束ねるなど。私が言うのもなんだが、王も離れていては寂しかろう。どんなに離れてても私たちはつながってる、そう信じてるから平気。私は私にできることで玄徳様を支えるわ。兄にのろけてどうする。お前たちの天下のため我ら孫悟も力の限り戦うとしよう。あ、そうか、そうなんだ。英雄じゃないんだ。天下に必要なのは、私が追いかけていたのはきっと。おめでとう玄徳様、これで天下は平和になるわね。ああ、だが雲長をはじめ多くの者が世を去ってしまった。必死で乱世を乗り越えてバキデリンは喜びよりも悲しみとは。諸君殿、私は孫作殿のような英雄にはなれそうもないな。英雄なんて必要ないわ、誰にも私にも。お互いのことを思って互いに手を取って歩いていける、大事なのはただそういうことなんだと思う。行きましょう玄徳様、これからも